シティキャストの皆さん、こんにちは。男子 3000m 障害に出場しました順天堂大学の三浦仁です。今大会では、日本記録更新と7位入賞という結果を残すことができ、個人的にはすごく充実した大会だったなと感じています。でボランティアの皆さんとは、さまざまなところで、接点があり、その度に、頑張ってなど気軽に声をかけてくださり、それが自分にとってはすごくファンになりましたし、初めての国際大会でしたが、そこを戦う上でのモチベーションになりました。コロナ禍の開催ということもあり、活動など非常に制限されてなかったとは思いますが、アスリートをサポートしてくださりありがとうございました。